はい、こんにちは。いつもありがとうございます。アクシスという会社の代表をやっている多田翼です。今回の話は何かなんですけれども、漫画に学ぶ戦略的思考を鍛える方法です。漫画はドラゴンボールスーパーを取り上げます。今回の内容からわかることは、前半でドラゴンボールスーパーの世界観ですね、これは私が面白く読めたストーリー設定になるんですが、具体的には2つで、複数の宇宙と平行世界、この2つをご紹介します。で、後半ではビジネスに着想を広げていくんですが、戦略的思考を鍛える方法として、この複数の宇宙と平行世界から学べることを見ていきます。戦略家になるための3つの着眼点をご紹介します。で、今回の内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思う方は、お仕事で戦略を考えたり作る方になります。事業戦略であったり、マーケティング戦略、営業戦略、プロダクト戦略などいろいろあると思うんですが、こうした戦略に関わっていらっしゃる方には参考になればと思っています。で、あとは戦略的思考を身につけたいとか高めたいなと思っている方にもお役に立てればと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、で、今日まず最初にご紹介したい漫画があって、ドラゴンボールスーパーです。皆さんはドラゴンボールスーパーの漫画読んだことはあるでしょうか？で、ドラゴンボールスーパーを私が面白いなと思ったストーリー設定があるんですね。それが2つあるんですけれども、複数の宇宙、もう1つが平行世界です。で、複数の宇宙というのは何を言っているかというと、このドラゴンボールスーパーのストーリー設定として、悟空たちのいる宇宙、地球がある宇宙というのは第7の宇宙という設定になっていて、全部でドラゴンボールスーパーの中には12個の宇宙があるという設定なんです。で、12個の中でも2つの宇宙が双子のようにセットで対になっているという、設定になっていて、具体的には悟空たちのいる第7の宇宙と第6の宇宙、この足して13になる宇宙ですね、6と7は足して13になるんですが、足して13になる宇宙がこうセットで双子のようになっているとい こうストーリー設定になっています。で、もう一つ面白いなと思ったのが平行世界なんです。これはパラレルワールドと呼ばれるものなんですね。パラレルワールド、皆さん聞きになったことはあるでしょうか？で、これは別の歴史として枝分かれしてできている世界なんですけれども、これを具体例でご説明するとイメージできしやすいかなと思います。例えばですね、過去にタイムマシンに行けたとします。で、その時に、そうですね、ドラゴンボールの世界で言うと、ブルマって言いますよね。で、ブルマは、漫画の中ではベジータと結婚してトランクスという子供を産みます。で、もし過去に行ってこうブルマに何かしらのこう作用を与えて、ブルマとベジータが結婚しないようなことが起こってしまうと、その世界ではトランクスというのは生まれないんですね。で、ただし自分たちがもともといた、世界ではそのままトランクスがいるので、トランクスがいる世界とトランクスがいない世界、この2つが並行して全く2つの世界ができてしまうんです。これがパラレルワールドですね、平行世界の考え方なんですが、ドラゴンボールスーパーでも平行世界というのが面白く書かれていて、これが、ドラゴンボールスーパーを自分が面白く読めた2つ目の要因です。はい、で、ここまでがドラゴンボールスーパーの世界観ですね。複数の宇宙と平行世界というものをご紹介しました。で、後半ここからビジネスに着想を広げていくんですが、この2つから思ったこととして、戦略的な思考とか物の見方、考え方で参考になると思ったんです。で、具体的には次の3つにこう着想が広がると思っているんですが、この3つが戦略的思考を高める方法にもなります。で、1つ目が物事の二面性を見ること、2つ目が全体像を広げてみる、3つ目がプラン B を常に持っておくことです。はい、では今のですね、戦略的思考を鍛える方法3つ順番にそれぞれ見ていきましょう。はい、1つ目、物事の二面性を見ることです。で、物事というのを一つの側面だけではなくて、両面から時には多面的に捉えてみようというのが戦略的思考では必要になってくると思っています。で、二面性とは具体的に何かなんですけれども、例えばメリットとデメリットであったり、自分視点と相手視点、強みと弱み、楽観的であることと悲観的であること、以上のようなどちらか一つだけではなくて両面を見ていく、これは別の表現をすると物事への視点を増やすことなんですね。で、戦略に話を戻すと、
視点が多くなれば戦略で論点の見落とすことを防ぐことにもつながります。でここはどこからドラゴンボールスーパーの何からとあるんですが、二面性というのが先ほどの複数の宇宙では2つの組み合わせの宇宙が双子のようにセットになっていると言ったんですが、ここから表と裏ではないですが物事の二面性を見ていくこと、これを重要だと思っているので1つ目の戦略的思考を鍛える方法として、取り上げました。はい、2つ目は全体像を広げてみようです。でこれは視野を広げるということなんですね。でドラゴンボールスーパーでは、複数の宇宙という今いる宇宙ではなくて別の宇宙があったり平行世界というものが登場したんですが、これは視野を広げていることにもつながるなと思ってます。で視野を広げるというのはビジネスの話につなげていくと2つの意味があると思ってます。1つが空間的な領域を広げること、もう1つが時間軸を長く見ることなんです。で人は得てして視野が狭くなりがちなんですね。でこれはよく言えば目の前のことに集中できている状況でもあるんですけれども、一方で視野が狭くなっているんですね。だからこそ意識して視野を広げる、具体的には見ている領域を広げて時間軸を長くしていくんです。例えば戦略を考えるときだとかビジネスの場では具体的に何かというと、バリューチェーンを前後まで長く見たりとか、あとは取引先のお客さんのことだけではなくて、そのお客さんのさらに行く顧客の顧客、ここまで広げてみるなんていうのもあります。また時間軸を広げるというのは、例えば3ヶ月の戦略を考えたとして、その3ヶ月を2倍の6ヶ月に伸ばすとか、さらには4倍の1年ですね、これぐらい2倍とか4倍を引き伸ばしていって、その未来から逆算して考えていく、こういった思考が戦略には問われてくると思うんです。このように全体像を広げていく、空間的な領域と時間的な時間軸の長さ、この2つを広げて全体像を広げていきましょう。はい、2つ目はプラン B を常に持っておくことです。これは平行世界からの示唆ですね。平行世界というのは自分とは違った何かしらの前提が変わった世界になるんですが、戦略でもこれは重要だと思っていて、常にもし何かが起こったら、これが起こったらどうなるかというシナリオを複数持っておくといいです。で、これはプラン B をつながる持っておくこと、代替案を持っておくことにもつながります。でその時に大事だと思っているのは、プラン A というメインのシナリオがあって、そのシナリオの前提は何かなんですね。前提があって、それは暗黙の了解として無意識的に受け入れてしまっているんですが、前提は何かを把握することによって、ではその前提が仮に変わってしまったらどうなるんだろうと、でその時に自分たちはどう対応していくのか、戦略として何をやって何をやらないのかというのを決めていく時に、こうなればこう、もしこうなればこうするといったような複数のプラン、前提がこう変わればプラン B だし、さらに別の前提が変わればプラン C といったような複数案を常に持っておく。でここで言っている前提とは2つあって、外部環境と内部状況です。外部環境は市場全体がそうだし、解像度を高めていくとお客さんとか競合状況です。で内部環境も会社全体のこともあれば、より自分たちの組織の中、チームの状態、メンバーの状況ですね、これらを、外部環境と内部状況の前提をと見ながら、プラン A だけではなくてプラン B、プラン C という複数シナリオを持っておくといいでしょう。これが戦略ですね。戦略的思考を高めるためのトレーニングにもなります。はい、そろそろクロージングです。今回はドラゴンボールスーパーに学ぶ戦略的思考の高め方という内容でここまで見てきました。最後にまとめとして、戦略的思考を高める3つの方法をもう一度繰り返しておきます。1つ目が物事の二面性を考える。二面性だけであって多面的に見ること。逆に言えば1つの側面にとらわれすぎないようにしましょう。2つ目が全体像を広げています。全体像というのは視野を広げることにつながるんですが、2つあって空間的な領域と時間軸の長さです。3つ目はプラン B を用意しておく。複数のシナリオを考えて、もしこうなればこうするという、その前提が変わってから初めて動くのではなくて、あらかじめ頭の中でシナリオとそれに対する打ち手、プランを考えておくといいでしょう。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で見分けるビジネスセンスです。これからも更新を続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。